ションションさん、18歳、高専3年生です。高専は5年間、工業的なことを学ぶ学校です。いいよね。高専とか行きたいな、俺も。航空高専とかな、いろいろあるけど、今、ゲームやスマホに依存し、生活習慣も狂い遅刻したりなどで、成績も下がり、留年の危機が迫っています。頭ではきちんと早寝早起きして、スマホも触りすぎないなど、やるべきことは分かっているつもりです。ですが、いざやろうとしても続かず、自分はダメなやつだと自己防衛を陥ってします。どうすればこの負のループを抜け出せますか？何か助言をお願いします。まあ、抜け出したいなら、もうやるしかないのよ。死のごの言ってねえで、スマホね、ゲームとかスマホをやってる時間を少し減らすしかねえのよ。マジで。だけど、多分、今それができないんでしょ？ゲームもやりたいし、スマホ見ちゃうし、うん、テケテケゲームいじったりとかしちゃうんでしょ？その方が楽しいから。でも、まあそんなことやってて、もう高専卒業して、社会に出て仕事し始めたら、お金はそこそこ稼げるし、生活するのに困んないし、暮らしにはなるので、別にそれから負のループから抜け出せなくても、そこそこの生活はできるので安心してください。で、そこそこの生活じゃなく、もうちょっと豊かになりたいっていうんだったら、今のそのスマホとゲームやって生活習慣狂って遅刻して、成績も大して上がんないみたいな自分を少しずつ変える必要があるっていうことです。それが事実です。それを変えるための魔法みたいな方法はこの世にはございません。勝ちたかったら登録しとけ。